皆さん、こんにちは。タイムストークチームの代表であるスンギル、ジョンです。新年は NFT による強力な公開の始まりとなるため、Cタイムと呼ばれる新しいアセットを追加します。Web 3.0 は、メタバース、ブロックチェーン、AI、および第四次産業革命を網羅するトップレベルの概念です。もう遅いですが、これが私の新年の公式挨拶になります。具体的なロードマップはお伝えできませんが、今年は10月10日にフィードットチェーンが確実に発表され、その前に NFT と Web 3.0 の先行作業が行われます。28年の IT ビジネスとソフトウェアマエストロメンターとしての経験を統合することで、現在のインターネットを一つのテクノロジーにまとめることができれば、それは TCP/IP です。これはインターネットの本質であり、現代の IT テクノロジーへの最も基本的なアプローチであり、Web 1.0 と Web 2.0 を表しています。これは、ブロックチェーンにも接続されている最高の頂点のテクノロジーです。1994年のじゃんけんプロジェクト、CD-ROM マガジンメテウスの CEO、を皮切りに、マクロメディア、ダイレクターというプログラムに出会い、自分でプログラムに参加し、偶然にも30年近く、インターネットの世界に参入しました。最も基本的な TCP/IP と出会い、実務経験を積んだ後、電子納税請求書を通じて取引を深く理解し、ベトナムでの検索エンジン開発の経験を積み、その後、モバイル技術、ソフトウェアで韓国ベンチャー賞を受賞しました。マエストロコースで国からデザインを依頼され、韓国の無数の才能を育てる過程で、たくさんの試行錯誤、たくさんの批判と苦難、肉体的及び精神的な訓練を通して、私はその過程で多くの友人を獲得し、その過程に隠されたすべての内なる悪を払いのけました。このプロセスは、おそらく現在の Web 3.0 を計画及び実現するためのトレーニングと準備の困難な時期であったという考えに浸っています。それはすぐに実を結ぶでしょう。そして2021年はそれが最後の暗いトンネルを通過した長くて困難な上り坂の後に下り坂になったかのように感じます。少し複雑ですが、テクノロジーの話を通して私たちが通り抜けたい絵画の影についてのみ話します。今年は影ではない物質がはっきりと鮮やかに深み上がり、結果の成功を確信しています。TCP/IP は現在も使用されており、20年前に使用されたインターネットの最大の理論的基盤です。つまり、IP とドメインに基づいたインターネットを介して、異なるコンピュータ間のネットワークを実現することを可能にしました。これは、インターネット上のルートと呼ばれる米国主導の ICANN によって一元化されています。そして、インターネットのルートに接続する巨大なトランクと、トランクにつながる巨大なゲートを待っている2人のゲートキーパーがいます。クラウドフレアが1点、1点、1点、1で Google の DNS が8点、8点、8点、8の場合、一言で言えば、114の情報呼び出しのように機能します。サーバーは IP で構成されており、世界の支配者である Google にドメインを要求すると、Google はドメインの場所を ICANN に戻し、それを配信します。言い換えれば、この最も基本的なインターネットルートテクノロジーは TCP/IP と呼ばれます。インターネットを根こそぎにし、新しいルーツを植え付けなければ、Web 3.0、分散型インターネット、は実現が難しい理想であるため、イーロン・マスクは Web 3.0 は幻想であり詐欺であると言っています。ただし、現在のインターネットの基本が維持され、新しいシステム、1点、1点、1点、1および8点、8点、8点、8、
を通過しない方法でバイパスされる場合、Web 3.0 は十分に実行可能です。ここではお餅についてお話しします。私たちがそれを実現するためには、それを可能な限り安全に保つ必要があり、それを実現するために十分な時間が必要です。さらに、B タイムのポリシーについて説明することで、この記事を締めくくりたいと思います。バージョン 1.7 には C タイムが含まれます。さらに、タイムストップユーザーのごく一部が所有している B タイムは、C タイムに1対1で変換されます。変換後、メンテナンスと管理の問題により B タイムが表示されなくなります。現在、譲渡可能な資産は S タイムであり、国境を超えた譲渡制限と年間の転送量制限があります。制限は出席に応じて増加します。これに加えて、C タイムを送信することができます。C タイムの C は、クリエイト、コネクト、クリプト、コミュニケーション、コマースの意味を持ち、トークン化される時間と同じ値を持つアセットです。つまり、トークンと1対1で交換されます。トークンインデックスをかけて S タイムを変換する場合、転送量の制限はすでに適用されており、トークンインデックスが適用されているため、C タイムには国境を超えた転送制限がなく、転送制限のない転送可能な資産です。これは非常に長い間考えた結果ですが、これは私が登ることを選んだメインネットの発表に近いと考えられていました。多くのスタッフ、グローバルリーダーを含む、が iOS のデバッグを手伝ってくれており、そのおかげで昨年12月末に状況が大幅に改善された状態で検査を申請しました。iOS の検査はまだ進行中です。Apple は、性別、生年月日、KYC 認定の必須入力に問題を抱え、何度か説明を提供しましたが、これ以上の問い合わせはなく審査中であり、状況対応に関する問い合わせは自動ではありません。KYC に関連しないアカウントの必要性は iOS によって早期に呼び出されています。したがって、バージョン 1.7 に基づく新しい iOS を続行します。これは、KYC アカウントとノン KYC アカウントに分割されています。ノン KYC アカウントには、名前、性別、国、生年月日などの情報は含まれず、ID、パスワード、メールアドレスのみが含まれます。重要な情報のみを保管します。メールは必須ではありません。アカウントを保護するための追加の手段です。一つのアカウントの原則が KYC アカウントに適用され、これに関係なくノンアカウントが維持され、KYC アカウントで作成できるのは S タイムのみであり、非アカウントは C タイムを通じて維持されます。すべての C タイムは最終的に S タイムから派生するため、マイニングアカウントによって提供及び保守され、マイニングアカウントには有効期間があり、ノン KYC アカウントには有効期間がありません。また、C タイムは G タイムで自由に変換してゲームに使用したり、C タイムを使って商品を購入したりできます。また、OpenAPI の開発を通じて、他の開発者との連携を可能にします。既存の KYC アカウントは S タイムから C タイムに変換でき、ゲームをプレイするには、ノン KYC アカウントを介してのみ可能です。これは、すべてのゲームが匿名でプレイされることを意味します。したがって、KYC アカウントでの G タイムの使用は禁止されており、C タイムを使用して転送する場合は、年間転送制限が適用されます。ノン KYC アカウントでは、C タイムを送信するために電子メール認証が必要であり、色、キューブ、セル、クアド、およびコードの NFT アセットの一つが必要です。B タイムは既存のブラーケット、ブラーランドから派生し、
B タイムはタイムランドのように毎日ブアーランドの所有者に支払われました。ブアーランドの所有者のほとんどは韓国のユーザーが所有していますが、中国とベトナムのユーザーも所有しています。韓国のユーザーには 2.93 の比率が適用され、中国とベトナムのユーザーには1の比率のみが適用されるため、S タイムまたはルタイムで支払うと、不公平な分配の問題が発生します。その場合、土地しか購入できない B タイムで保証する場合、当初の保証時の2000年から土地の価値が大幅に上昇した状況を保証することは適切ではないと結論付けられる。タイムストークは、グローバル化が進んでいる韓国のブロックチェーンネットワークです。最後に、B タイムの移行に伴い、過去の失敗のイメージを一掃し、新しい未来に向かって前進します。タイムランドレイヤー1の総所有数と KYC アカウントの総数を制限することにより、タイムアセットの量を調整するポリシーを実施し、意見を収集して合計量を決定します。例として、1000万株と1000万アカウントに制限されていると仮定します。これは、時間の価値を強化する方向に進みます。フィードットチェーンの中間レポートとして、昨年の時点で、ドッキングシステムの理論的な内容が実際に完全にテストされています。ここで、20台のサーバーで4つのシャードがテストされていることをお伝えします。タイムストークのすべてのメンバーへの長い新年の挨拶と反映する新年。今年がタイムストップチームの最後の5年間が適切に評価される最も有意義な年になることを心から願っています。ありがとう。